よいしょ。おはようございます。お願いします。このリラックスしたいんですが、お願いします。車両番号なので、ここの番号、はい、それを、はい、はい、で、あと免許証と、あと車検証ですね。はい、はい、はい、ちょっとコピー取らせてもらいたいんです。はい、よろしくお願いします。じゃあ車検証だけ取らせてもらっていいですかね。はい、はい、されとるんですけど、いや普通の手順じゃないね。ちょっとピッとストップしてもらって、はい、4番の常用になるので6番で入ってほしいですね。そこは免許証に中型とか、そういうのが書いてるので、はい、ちょっとそれをコピー取った後にさせてもらうのと、はい、あと今日の日付とお名前をお願いします。他に車持たれてて、前面とか受けられてはないですよね。例えば普通車持たれててそこで前面されてるとか、はい、ないですかね。はい、お待たせいたします。ありがとうございます。今日提出されて、はい、確認させていただいて、はい、6月ですね、来月の半ば頃に、はい、減免が決定しましたという通知を知らせていただきますので、はい、それを確認してください。ありまして、また毎年毎年申請書を出していただく必要があるんです。あ、毎年なんですね。そうなんです。でまたこのように納付書を送らせていただくときに、はい、継続用の申請書を一緒に入れて、返信用封筒を入れて送らせてもらうので、はい、それを必ず提出してください。免許証と、手帳の、はい、状況が変わってないかというのを確認させてもらうようになります。はい、これもし途中で車が変わるとか、はい、なんかそういうの時は都度申請ですか？軽自動車を買い替えされて、ここの車両番号が変わったりっていう場合だと、継続で、できるんですけれど、はい、その車変わった時には車検証のコピーをちょっと同封していただくように、はい、うん、それはこちらで車両変わったことは分かるので、ご案内には車検証も一緒に持ってきてくださいっていうのはご案内をさせていただいているんですけれど、うん、乗用車とかに変わった時は、普通の普通車になると、県の方の税金になるので、今度は県の方で申請をしていただくようです。県用だったら市で申請、乗用車は県で申請。そうなんです、税金をかけてるところが違うので、軽自動車乗られてる間で、状況が変わってなければ、はい、継続の申請書を送らせていただくことに。そうなんですね。なります。ありがとうございます。はい、